はい、どうも、皆さんこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、またドローンのね、ご紹介をちょっと1個ね、してみようと思います。今回もね、ご提供ということで、あのホーリーストーンさんの方からね、HS の 720E という機体をね、ご紹介、依頼をね受けたんで、ちょっとやってみたいなと思います。とりあえずね、こちらの方になりますけれども、あの、まあ、家の方でも開封はやって、とりあえずね、同梱物の方だけ軽く紹介しても飛ばしていきたいなと思います。はい、とりあえず、外箱がね、当然紙の外箱があるんですけれども、とりあえず開けたらね、こんなしっかりした、バッグに入ってます。こんなね、しっかりしたバッグで、開けてみると、とりあえず本体からいきましょうか、ね、ドローンの機体本体です、ね。結構ね、大きさ的には、手のひらくらいですかね、の大きさの、ドローンになりますね。羽を展開すると、よいしょ、こんな感じです、ね。ちょっとカメラの画角的にギリギリの感じのサイズになってますけど、はい。DJI でいうところのね、Mavic シリーズと同じくらいの、大きさですかね、になってますね。で、前方、ね、カメラ、これ、ジンバルは搭載してませんけど、上下に動くようなタイプのカメラになってますね。はい、ジンバルはありませんね。で、こちらの方に光学センサー、ですかね、とか、これライトかな、これはライトかな、これが多分光学センサーですね、がついてますね。はい、ここバッテリーですね、バッテリーです。はい、これが電源ボタンですね、ここがね。はい、くらいですかね。はい、とりあえず、機体の方はこんな感じ。で、コントローラー。ね。で、コントローラーも、よいしょ。ここ、ガチッとやって、持ち手が出てきます。こんな感じね。で、アンテナは、ここをパチンと、ちょっと硬いんですけどね、外して、こんな感じ。こういう動きですね。はい。これ以上は、こっちには回りません。はい。こんな感じ。で、ここを伸ばして、ここでスマホを搭載するわけですね。これもね、結構ね、ぐっと引っ張って、上げないと出てきませんね。で、ここに、こう、立てるところがあって、ここの間で挟む感じになりますね。で、スマホを挟んでしまうとね、ちょっと角度がつくようになってるんですけど、僕の、今、スマホをちょっと一回、アンテナがね、よいしょ、こんな感じになります。アンテナがね、もう こういう状態になっちゃう感じになりますね。スマホもあんまり角度をつけれないんで、はい、こんな感じになるという感じになってます。はい、で、とりあえずこれ直しておきましょうか。で、ドローンの方はバッテリーがね、こちらの方、こんなバッテリーが付属してます。バッテリーは1個です。だから、もしね、いっぱい飛ばしたいなっていう場合は、ちょっと追加で買っといた方がいいですね。はい、で、こっちの方は、これ電池ね、単用の電池2本がいりますんで、これはまた別途ね、お買い求めいただく必要があります。ね。で、あとはね、擬的認証ちゃんと取ってます。ね、擬的マークがついてます。はい。で、これスイッチね。ちょっとこれ画面がね、見にくいかもわかんないんですけどね、見えるかな。ここに電波の、強度とかの表示があったりとか、GPS、これね、GPS がね、強制でね、オンとかオフとかできるようになってるんですよ、これで。だから、なんていうかな、結構便利かもわかんないですね。練習、GPS をわざとオフにしてね、練習したいときなんか、でも、十分対応できるっていう感じになってます。ね、でここ見えるかどうかわかんないんですけど、この送信機プロポの方のバッテリーの残量とドローンの方、今ちょっとね見えないか、ドローンの方の残量とかもね、電池残量とかも出てくるんで、結構そういうのがねちゃんと出てくるのはいいかなと思います。で、これがジンバルじゃない、飛ばす時の飛行のロックの解除
で、まあ、これがあれですね、自動離陸で、こっちのやつはね、ホームポイント5ホームする分ですね。で、写真で、長押しで録画だったかな、動画の録画で、こっちの方がね、これ何だったかな、これライトかね。で、スピードモードの調整と。で、これね、こっちとこっちにね、2つついてるんですけど、こっちはもうイミテーションっていうか意味ないです。こんなダイヤルついてますけど、こっちだけ、これがね、ジンバルの上下のコントローラーになってます。まあこんな感じですね。はい。で、あとはね、充電器ね、USB-C でつないでね、充電するんですけど、ここにね、バッテリーを搭載します。これもね、ちょっと硬いんですよ。こっからね、さらにもう1段階ガチガチっとこう開く感じになってます。で、2本同時に充電できるようになってるんで、まあ本当はね、バッテリーがもう1個あればいいんですけどね、ここにこういう風な感じで差し込んで充電する感じになりますね。だから、バッテリーもう1個追加で買った方が最低もう1個くらい欲しいかなと思いますね、なんとなくね、僕は。はい。で、あとはね、入ってんのが、これ USB の Type-C のさっきのこうね、充電器に挿すためのケーブルで、説明書、これもちゃんと日本語対応してくれてます。結構ね、細かくの書いてくれてる方だと思いますね。この辺り、送信機のね、さっき説明してたやつです。まあ、バッテリーの残量がね、プロポと、そのドローンどっちも出てくるのがいいかなと思うんですけどね。はい。まあ、こんな感じで結構しっかりと書いてくれてますね。はい。まあ正直僕の説明はここからちょっとかいつまんでね、ちょっとまあ説明して飛ばす感じになりますけどね。はい。あとはだからもう入ってるものこのくらいなんで、またね、セッティングしてちょっと飛ばしていこうと思います。ドローンのバッテリーはこうね、カチンと刺すだけ、はい、これだけです。あとはこれ長押ししてあげると電源入りますからね。はい、じゃあちょっと飛ばしていきたいと思います。はい、じゃあ用意をしていきましょう。とりあえずね、ドローンの電源入れましょうかね。あ、長押しじゃなかったかな、1回でよかったね。で、コントローラーの電源入れます、ね、でもここ見えるかな、これドローンの、バッテリーの残量も出てません、ちゃんとね。はい。で、スマホの方でアプリがあるので、アプリね、これ見えるかな、これも、なんていうのかな、なんか専用のアプリがあります。これ立ち上げるとね、まあ、こういうふうに Wi-Fi のね、設定してくださいっていうのが出ます。これも見えないか。ね、僕はもう Wi-Fi 一回つなげてるんで、こういうふうにドローンの映像が今出てます。ね。よいしょ。こんな感じね。はい。で、これもまあいろいろ機能はあるんですけど、ちょっとご紹介できるところね、まあ、全部を全部紹介するのにできるかどうかわかんないんですけど、またちょっと、バッテリーが1個しかないもんで、とりあえずできる限り、ご紹介をしたいと思います。とりあえずちょっとね、用意をしていきます。まあ、ちょっとこれ積んでね、用意していきます。はい、じゃあね、ちょっと飛ばしていきたいと思います。とりあえずもう録画ね、機体の方のカメラ録画しておきます。設定はね、一応 4K の30フレームで、60かな、これどういうことかな、 30fps、 あ、そういうことか。1080だったら60で撮れるのかね。 4K だと30ですね、になります。あ、しまった、SD 入れるの忘れてます。ちょっと入れてきます。はい、どうもすいません。とりあえず今 SD カード入れてきました。フォーマットね、今しました。 4K のね、とりあえず30フレームで、撮っていきます。では、撮影開始ということで、はい、じゃあちょっと飛ばします。とりあえずこのロック解除を押すとプロペラが回ります。こんな感じでね。で、これでも離陸、こんな感じでね、
で、もともと上げた状態だとね、あ、今さっき設定変えたの。遅いモードになってます。このボタンね、最初だからこんな感じ。すごい遅いんですよ。こんな感じ。旋回もすごい緩やかですね。こんな感じです。こんな感じね。で、早いモードにするとね、これこのボタンを長押しします。これスマホつけてるとちょっと大きいスマホだとボタンが押しにくいですね。で、そうするとね、まあ、このくらいの速度、このくらいの速度で飛んでくれるようになります。あー、落としてしまった。おっとっとっと、危ない危ない。今ちょっと気に引っ掛けてしまいましたが、あれですね、ちょっとねブレーキも効きが甘いかな。ちょっとあんまりクイックに反応する感じではね、ちょっと びっくりしちゃったな。ねちょっと一回点検しておきましょうか。モード的には一応ねスピードは2つのモードがあって、よいしょよいしょ、で遅いモードと速いモードがあります。で今のは速いモードでやってたんですけど、こう旋回とかがちょっとね結構緩やかにしかできないみたいなんで、今ちょっと気に引っかかって一瞬危なかったですけど、とりあえずちょっと注意しないとダメですね。じゃあね、ちょっととりあえずもう機体のカメラの方でね、撮りながらちょっと飛ばしていきたいと思います。僕もちょっと慣れたいんで、本当に初めてなんでね今日。はい、ではでは。はい、じゃあ離陸させます。よいしょ。あー、ちょっと焦りましたね。ね、これ早いモードですね。まあ早いモードくらいないとちょっとこのくらいの速度は出ないとちょっとねあれですけど、あー、やっぱり旋回が結構緩やかな感じでの旋回しかできないんですかね。これ今もろに舵切ってるんですけどね、機体をこうね、くるくる回転させるのと同時に機体も斜めにしてこう旋回をさしてるんですけど、それでもねあんまりクイックには回ってくれない、緩やかな感じですね。映像どうなんでしょうね、ちょっと機体の方で撮ってる映像がわからないので、ちょっとカメラを下げてみましょうか。よいしょ。ちょっと僕のバイクを撮影しに行きます。よいしょ。ちょっと遅いモードにしてみましょうか。ゆっくり撮るんだったら遅いモードね。で、カメラ自体には電子手ブレが効いてるはずなんで、なんていうかちょっとゆらゆらしたのは撮れてるんじゃないかと思うんですけどね、おそらくね。はい、色味がねスマホの画面で見てるとちょっとねなんていうか赤みが強い色になってます。あ、画面録画もしときましょうか。できるかな、画面録画。ちょっと画面録画できるかどうかわかんないですけど、ちょっとしときますね。ちょっとね色が特徴があるっていうかね、色になってます。どうでしょう。今これ遅いモードですね。遅いモード、やっぱり旋回させるとちょっと高度落ちますね。はい、ちょっと高度上げてみますね。カメラもアップにしてみます。アップっていうか上向きにね、あ、下、これ下か、いいよ、上向きにしてみますね。緑がねどんな感じで映ってますかね。今高度50メートルくらい、60メートルくらいね、になってますけど、はい、いかがでしょうか。
これ遅いモードなのかな。あ、一応ね、あれですね、プロポの方にもローとハイっていうのが出るから、これ遅いモードですね。遅いモードでの旋回でも、前回の旋回でこのくらいです、速度が。だから、こうやって見ると結構速度、それなりに首振ってくれてるんだなっていうのが分かるんですけどね。はい。でプロポの方にも GPS 何個掴んでくれてるかっていうのが全部載ってますね。でそれで5本も、かけることができます。ちょっと一回下ろしましょうかね。さっき一度ねちょっとやってみたんですけど、5本もそれなりに、あ、今ねピーピーピーって言ってるんでね、電波がねちょっと切れちゃった、一時的に切れちゃったみたいです。でそうすると勝手にゴーホームがかかっています。今ね、今帰ってきてます。 GPS 今19個、掴んでる状態ですね。まあ、山あいですけどそれなりに開けたとこなんで、まあ、そこそこ掴んでくれてる状態ではあります。まあ多少位置ずれはしてますけど、ほぼほぼいいとこ戻ってきてるんじゃないでしょうか。カメラ下に向けてみましょうか。これで下向くかな。はい、今僕ここです。さっきね離陸させたのがこの辺りなんですよ。この辺り僕がいてたらちょっとね多分障害物と認識されちゃうんで、あ、ほぼほぼいいとこ帰ってきてるんじゃないですか。眩しい。うん、いい感じですね。気を障害物として認識しちゃったかな。いや、大丈夫ですね。で、一応ゴーホーム中もね、危ないと思ったら手動でちょっと位置調整はできます。プロポの方はね使えますんで大丈夫です。はい、こんな感じですね。はい、で一応ね地図の方を出して、電波が悪いかな携帯の。ちょっととりあえずホバリングにしないと。なんか地図でこう書いてね飛ばすモードとかもあるみたいなんですけど、あ、これでかいだけか。あ、ポイントとかね、ポイントこう落として、これでスタートかな。ポイントをこう落として、あ、これでいいんかな。このスタートどれかな。あ、今ので良かったんかな。こう落としてこのボタンでいいかな。あ、これでいいんや。一番右下に出てたボタンですね。はい、ウェイトモード。これで自動飛行ですかね。動かないけど、なんでだろう。動かないけど、なんでかな。ちょっとわからないですね。トラック。これでこのボタンを押して、これでこうやってやると飛んでてくれましたね。高度は自分で調整する感じですね。
あ、これダメですね。ちょっと遠いとこ行き過ぎましたんで一回戻します。一応ダムのね近くに来てねやってるんですけどね、ちょっとダムの橋体の方とかは行けないので、ちょっとなんか駐車場みたいなところでやってるんですけどね。はい、まあこういうふうなね地図の中でウェイトポイント落として飛行するっていうモードもあったりします。はい、よいしょ。でこれがねホバリング状態じゃないとできないんですよ。地図モードに切り替えて、例えばポイント落としたりトラッキング、こう地図で絵描いてピュッと絵描いて、でこれでそれをねデータを機体に送ってあげて、でこういうふうに自分でちょっと、だからこれ送信するのに時間かかるのかな、なんか OK って押してからなんか実行されるまでにちょっとタイムラグがあるような感じがしますけど、なんでだろう、実行してくれないの。うん、ちょっとねちょっとわかんないです。はい、まあとりあえずね、まあこういう機能を使うのは一部の方だと思うので、静止画とかねそのあたりも撮ってみましょうか。ちょっと一回ね、よいしょ、ちょっと、あ、せっかくだから僕のバイクは撮りましょう。僕のバイクをね、このぐらいで撮りましょうか。はい、写真ね、写真です。とりあえずあとはダムの方、緑の方ね撮っときましょうか。色合いがねどのぐらいで出てんのか、スマホの方のね映像だと結構色がなんかグリーンが強調されすぎてるような感じで映ってるんですけど、いかがでしょう。はい、こんな感じです。で動画ももう一度撮ってきますね。ボタン長押しで動画。まあ一応 4K の方で1080じゃなくて 4K で撮影させてるんで、画質的にはね、まあ、1080はこれより絶対落ちると思うんで。どうなんでしょうね。よいしょ。ちょっとハイスピードモード、ハイモードにしましょう。さっきみたいなヘマはしないように。やっぱ旋回が結構緩やかだな。個人的にはもうちょっとクイックに曲がってほしいですね。ブレーキの効き具合どうかな。こうやってきて離す、あーまあ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 ですかね。
あやっぱりちょっと旋回が怖いな。旋回のブレーキがちょっと効かないっていうかふわっとなるな。あもう完全にブレーキっていうかあれですね、ちょっとやばい時は後ろにキー入れてあげた方がいいですね。急旋回も、うん、そうですね。うん、やっぱり木の方とか行くのちょっと怖い感じがします。さっきぶつかっちゃったのもあるけど、暑いな。うん、ちょっと。電池はそこそこ飛ばしてますけど、ほどほどに持ってくれてますね。電池残量なんかバッテリー残量低下と出てるんで、今半分来たくらいで出てるんですかね、バッテリー残量。あバッテリー残量が低くなると高度30メートル以下、距離100メートル以内でのフライトのみに強制的に制限されますね。これ今画面に出ましたね。だからもうその範囲まで強制的に戻されましたね。今多分高度がね、今ちょっと高度今さっき上げたんで、それでね強制的に戻されました。これね、あのバッテリー1本充電するのにね、多分7、8時間くらいかかるんじゃないかな。結構ね、時間がかかります。なのでねちょっとあれですね、余裕を持って用意しておかないとダメですね。でもう1本くらいは最低でもバッテリー欲しいとこですよね。やっぱり 7,8 時間ってちょっとね、充電時間かかりすぎな感じもしますけど、もうちょっと欲しいですね。おーいしょー。はい、ということでね、他にもなんかいろいろね、ヘッドレスモードとかも搭載してるんで、ちょっとね電池がもうちょっとやばくなってきたんで、そこら辺実践ができませんけれども、はい、どっちかというとね、映像撮影向け用で
DJI のドローンまではちょっと高いから買えないなっていう人向けの、これドローンだと思います。僕もなんかあれやな、ちょっと半分もうちょっと下向きようか。はい、こんな感じでね。だからちょっと僕も映像全然見てないんで、細かいこと画質の問題とかはちょっとね、実際もご覧いただいた、各々皆さんのね、判断をしていただけたらいいと思うんですけど、どっちかというと撮影向け用のドローンになると思います。だからこれで画質がちょっと気に食わないっていうことになったらね、もう他の機体選ぶっていう形になると思うんですけどね。でスピードはやっぱりそこまでね、出ないっていうか、ハイモードにしてもそこまでね、速くはならないんで、まあどうなのかな、初心者向けといえば初心者向けなのかもわかんないですね。で、速度をローモードにしてしまうとかなり遅い。本当に遅い。あ、電池がなくなりました。ではちょっとあとはオズモアクションで撮影しましょう。はい、どうも。とりあえずこちらね、HS の 720E っていうね、機体飛ばしてきましたけど、まだ僕はねちょっと家帰ってないんで画質全然確認してないですよ。だけど、まあ、さっきも言いましたように撮影用ドローンっていう感じですね、僕からしてみるとね。でこれジンバルないんですけど、多分ねゴムかなんか防振ゴムかなんかが入ってて、ちょっとこう、振動は吸収するようにはカメラできてくれてますね。でモーターで上下はできますんでね、はい、こんな感じの機体になってます。でさっきね木にちょっと当たりましたけど、そこまでダメージはないですね。さすがこの何ですか、プランプランのこのね、なんていうか固定してない羽ですね、まあ、そこら辺の衝撃には強そうな感じがしてますね。で機体の方にも落下ダメージは、ないですね。直接地面にドーンと落ちないで、木の枝にちょっとかかっただけだったんでね、良かったと思います。はい、ちょっと焦りました。まあこういうのありますよね。だからやっぱり慣れて、僕もねちょっと慣れててねちょっと油断しましたね。だからやっぱり広くてあんまりこうね人とか物とかないとこでやらないと危ないっていうことですね。はい、まあぶつけといて僕が言うのもなんですけど。はい、ということで、とりあえずね、今日はこちらの方ホーリーストーンのHS720E のご紹介でした。また詳しい内容とか Amazon リンクとかね、下に貼っときますね、概要欄にね。まあ、映像を見たりして興味出た方はね、ちょっと詳しく見てみてください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。